お侍、お頼みしたいことが。どうした？私はしがない薬師で野営の病人を治療したいのですが、いかんせん森の中で。森には賊や猛虎がうろついておるぞ。ですからお守りくだされ。よし、わかった。なれど病とは気がかりだ。打ち勝てるものなのか？病は戦うものではなく、寄り添い初めて治すものです。その話がまことならば、すぐに立つぞ。広がる前に食い止めねば。感謝します。よく菰田から逃げ延びましたね。ユナという女子のおかげだ。俺を浜から運んだ上、手当てしてくれた。腕の良い薬師のようで。あれほど勇ましき者は知らぬ。俺の命の恩人だ。我が母を思い出します。昔私は体が弱く、丈夫になれたのは母が作った薬のおかげでした。それから薬師を志そうと。おや、人がいるようですね。お主は下がっておれ。見てこよう。早く身分をよこせ。そんなものはない。嘘だ。殺さないでくれ。さあかかってこい。危ないところを助かりました。かような時に遠出とは。村の者が残らず病にかかって二人で逃げ出したところです。病原は悪霊です。ご先祖様を怒らせました。我らは戦わずして猛虎に食料を渡したのです。奴らが去ると皆が病に。この地は呪われています。先を行けば宿がある。休むといい。今は外にいる方が危ない。家に戻り隠れていなさい。ありがとう。悪霊がついてこないといいのですが。いともたやすく人を切るとは。切らねば民が死んでおったぞ。賊といえどもまずは話し合うべきです。話し合うだと？それならばなぜ俺を頼った？お許しを。私は治すことしか知らぬに太刀は持てません。ちょっとクスさん、こっちに来ておくれ。慌ててどうした？何事だ？息子が毒を食べちまったようなんだよ。見せてくれ。野営を差し置くのか。手遅れになるぞ。すぐに済ませますので。仕方ない。俺も手を貸そう。感謝いたします。何を食った？食べ物なんて残っちゃいません。原因を探ってみよう。かたじけない。ただの湯だ。カゴは空だ。
藁の束。野生のキノコをかじった跡がこれだな。クス氏に知らせよう。へ、いかがでしたか。キノコを食ったようだ。このバカ、なんてことを。空腹のあまり手を出したのだろう。水苔があれば解毒できるのですが。ここにおれ、俺が取ってこよう。苔は見つかりましたか。あったぞ。いいか、よく聞いてくれ。苔を砕き、水を少しだけ混ぜたらよく煮るんだ。それを飲ませてやれば明日の朝には良くなるはずだから。そろそろ野営に行かねば。ええ、息子の命の恩人です。女の息子は百姓と同じ症状でした。体が痛み、息切れが激しく。つまり百姓も毒を畑にまかれたということか。ええ、おそらくは。軽い毒なら苔で済みますが、念のため効能の強いハンゲを取りに行きましょう。池に生えているはずです。急ぐぞ。なぜ池のそばに。ここは丁重に頼んで去ってもらうとしようか。いえいえ、あなた様にお任せいたします。
こちらです。ハンデはあったか？ええ、おかげで十分に取れました。しかし、あなた様は人斬りを楽しんでいるようにお見受けするのですが。全ては民を守るためだと太刀を抜くたび自分に言い聞かせておる。なるほど、失礼いたしました。病人のもとに行くぞ。いや、野営は目の前です。大変だ、妻が息をしていない。いつから伏せておる？もう子供がうちの畑に来てからです。何か食ったか？口にできるのは井戸の水しかありません。手遅れだ、すまない。私がもっと早く来ていれば。お主に咎はない。しかし道草を食わなければ死なせずに済んだはずです。そのおかげで救われた命もあるのだぞ。毒がゆえんであると分かることもなかった。ですが、毒の出どころまでは。死んだ女が最後に口にしたのは井戸水だったな。そして病が広がったのは猛虎が去ってから。井戸に毒を仕込んだな。水とあれば病は瞬く間に広がります。治せるのか？ええ、半下さえあれば。救ってやってくれ。そういたします。あなた様がいらしてよかった。